Happy birthday to you! Happy birthday to you! わーということで皆さん、先日10月17日になんと30歳の誕生日を迎えることができました。おめでとう。はい、ありがとうございます。皆さんのおかげで無事に30歳まで生きてくれることができました。本当ありがとうございます。ということで本日は何をしたいかと言いますと、リスナーさんからの誕生日プレゼント開封。イエーイ。はい、ということで私リスナーさんから誕生日プレゼントっていうかプレゼント差し入れもらうことが何よりも大好きなんでございます。もう本当にもうね、あのゴミでも何でも送ってくれっていうことで、本当にプレゼントとか差し入れとかもらうことが好きです。あ、もう何度も言っちゃいますね。すいません、何度も言っちゃってごめんなさいんですけども、ということで、あのもらったものすべてあのこちらで開封したいと思います。まだまだ大募集しておりますので、ね、住所こちらボーン、はい、いつでもどこでも何でも送ってください。はい、ということでやっていきましょう。もう大量すぎてこの動画が何分になるのか分かんないので、さささっと行かせていただきます。あの TikTok 配信で開封したので、あの空いてるものがほとんど、てかほぼ空いてますので、それをやっていきたいと思います。見てほしいのがこの T シャツ、じゃじゃじゃーん。これ可愛すぎませんか。おぱんちゅうさぎのサウナの限定の T シャツ。これは温泉でしか売ってないんですけど、温泉の施設も全然なんか東京になくて、地方に行った方がプレゼントしてくれましたか、プレゼントしてくれました。可愛すぎない。でこれ後ろがマジで可愛くて、おぱんちゅうさぎじゃん。ケツパンチマジで可愛くない。もう本当に可愛い。これマジさ、サプライズでいただいたのよ。ほら本当にもうマジでありがとうございます。超お気に入りすぎる。マジでお気に入り。っていうかさ、話変わるけどこいつ可愛くね。おばんちゅう島村でこれもプレゼントしていただいたんですけど、もうプレゼント、これはもう誕生日プレゼントではないんですけど、もうただのプレゼントということで、島村のパンチね、はありがとうございます本当に。はい、ということでこちらバーン。バーリ可愛くない。これぬいぐるみじゃないんですよ、これリュックなんですよ。やばいよね。でこれは自分で買ったんだけど、これは手に入らなくて、あのフォロワーさんがプレゼントしてくださいました。あんまりサンリオのグッズを買うことは自分ないんですけど、この2つもう可愛すぎてピューロランドで背負っていきたいということで買ってしまいました。はい、そしたらですね、なんか、ま、今年本当に嬉しかったのは赤ちゃんグッズがめちゃくちゃ多いんですよ、プレゼントでいただくのが。まだ正直買ってないものも多かったので、もうリスナー様のおかげで揃ったものがあるのでぜひ紹介していきたいと思います。ではまずじゃじゃーん、ジェラートピケ。これはですね、私の宝塚の同期からもらったんですけども、じゃじゃーん。お、なんだ、あら、冬には欠かせないこの靴下。あ、気持ちいい。あら嬉しい、腹巻きだ。ジェラートピケの腹巻き、私さお腹出して寝ちゃうんですよ。これ使うわ、ありがとう。あ、待って、見てください、もしかしてこれって赤ちゃんとお揃いじゃないの。やだ可愛いんだけど、これ一緒に使ってくださいってやつだ。可愛い。ジェラートピケのさところがさ、見て、滑り止めみたいになってんのこれ、滑り止め。かわいい、使います、ありがとうございます。そしてじゃーん、これも宝塚の先輩からいただいたんですけども、この目立ちたがり屋探偵悦子さんでデザインのね、こういう感じのアクセサリーです。これはヘアピンですね。かわいくない、これ動物たちがいて、これはピアスなんです。私ピアス大好きなんで、こんな派手派手ちゃんをいただきました、ありがとうございます。使います。はい、ということでどんどんいきましょう。これも宝塚の先輩がくださいました。私もサボン大好きなので何でも嬉しい。スクラブ入り洗顔、こちらスクラブ入り洗顔をいただきました。じゃじゃーん、開けてみましょう。あー、ありがとうございます。何の香りだろう。エンディン、エンディングミント、なんとかミント、なエリジングミントかな、ミントの香りです。ありがとうございます。いや、顔のスクラブっていいね。自分ではあんま買わないもんね、そういうね。そしてこれはじゃん、アイドルハウスのアミちゃんからいただきました。ありがとうアミちゃん。こちら開けたいと思います。え、ディズニーのパックなんだけど、かわいい。あら見て、ミッキーとプーさんとドナルドちゃんのパックいただきました。ありがとう、超使う。しかもこれさ分かれてます、多分クリームつけるとか3ステップケアっていうのがあります。私こういうのちょっとおしゃれでマジで好き。次がね、超ありがたいです。見てこれ、じゃじゃーん。
刺激温め気をいただきました。私子供が生まれるのは11月の中旬の予定なので寒いんですよ。でお尻拭きとかあのウエットティッシュでやってる時に寒ってなっちゃうので、おしぼりとかでこういうのがあるとヒヤッとしないっていうのでいただきました。ありがとう、マジで嬉しいのよこれ、マジありがとうございます。そして同じくベビーグッズじゃん、これ赤ちゃんのお風呂、これも嬉しいよね。すっごく欲しかった。これは買わなくちゃいけないなと思ってたのものを買ってもらったので本当にありがとうございます。めちゃくちゃ嬉しい。だって使うもん。でこれさ、人気のね理由がこちらなんです。この突起物みたいなのがあるからお股でこうキャッチしてくれるから沈まないって、ブクブクブクってならないみたいな。もうね超便利なの。こういう風に水もすぐ出せる、干せるみたいな感じでね、超人気でナンバーワン人気って出てたので、こちらプレゼントしていただきました。ありがとうございます。必要なものをくださるって本当に嬉しいんですよね。そしてあのこれ見て、蓋、ウェットティッシュとかすごい使うじゃん。この蓋とかもたくさんもらえるだけで本当に嬉しい。超使うもんね、もう使いまくるよ本当使う。しかもうちチンチラっていうね、あのネズミちゃんが飼ってるので、その子でも拭くのに使うんですよウェットティッシュを。だからウェットティッシュもうたくさん必要なので、はい、使わせていただきます。からの、皆さん私が好きなキャラクターなんですか？おぱんちゅうさぎ。はいはい、そう、イエスイエス、おぱんちゅうさぎということで、おぱんちゅうさぎグッズがねじゃーんくださいました。しかもこれ持ってないのよ。もう持ってるものでも嬉しい。みんなね、大体ね、あのかぶったらどうしようとか、これ持ってるかもしれないって言って控える方多いんですけど、あのオタクは推しがかぶっても嬉しいんですよ。ということでこちらティッシュケース、これさ、私ティッシュケースね、おぱんちゅうさぎのやつ 3種類ぐらい持ってるんですけど、このプラスチックは持ってなくて、これペリってやったらすぐ剥がれて、柔らかいティッシュとかを入れられるの。箱のティッシュとかじゃなくて柔らかいソフトティッシュも入れられるから、あめっちゃいいなって。あっち安かったりするじゃないですか。嬉しい。ということでこちらもバリバリ使うし、このポーチもメッシュになってるんですけど、こうマチがあるんですよね、こういう潰れないので、あめっちゃありがたいと思って。巾着とか持ってるんですけど、こういう箱がしっかりしてるの持ってなかったので超嬉しいです。ありがとうございます。そしてシュシュ、これもリスナーさんが超優しくて、てかリスナーさんもやっぱお子さんがいる方が多いので、この方も髪の毛とかやっぱこう赤ちゃん抱いたり引っ張られたりとかするらしくて、そうなんですか皆さん、なのでこうやって結んだりとかするようにシュシュをくださいました。じゃん、大人気高級なウェットティッシュバージョン、イエーイ。お尻引きからこちらをいただきました。56枚×12個、ありがとうございます。もういくらあっても嬉しいです。こちらパンパースのたっぷり純正保湿で、私まだ買ってなかったんですよね。で買ってなかったけど何買ったらいいのかなって悩んで、アマゾンランキングとか人気ランキングみたいなのあるじゃないですか、あれを見てたんですけど、あれでやっぱこう薄手なやつとかがあったり、厚手のやつがあったり、あと水分がすごい入ってる、水分が入ってないとかランキングがねそれぞれあって、これはねもう上位に来てたんで、わいいな買うならこれかなって思ってたものをプレゼントしていただいて、やっぱ経験者違うなと思いました。次はね、旦那氏のお父さんから来ました。私がサボン大好きなので、こちらじゃーん、サボンのボディーソープと、ボディークリーム、そしてスクラブですね、ジャスミンの香りをプレゼントしていただきました。パパー、もうね、右のお父さんはぶっちゃけうちのお父さんよりもあのなんかお父さんしてくれてるっていうイメージが多いです。お父さんしてくれてるって言うと難しいんだけど、なんかプレゼントしてくれたりおめでとうって言ってくれたり、 LINE するというか連絡する回数もうちの自分のお父さんよりも多分多いです。あと会話ができる自分のお父さんと会話全然できないのに、旦那氏のお父さんの方が会話できる。じゃん、めっちゃ可愛いの。これがね、なんと敷きパッドなんですよ。ふわふわの敷きパッド、じゃーん、ハートなの。どっちもハート、ふわふわなの。赤ちゃんをねこうね、ベッドにも多分ベビーベッドにも使えるし、ちょっと赤ちゃんこれ寝かせたいなとか言った時も多分これ使えると思うので、めちゃくちゃ嬉しい。あー気持ちいいし、私も寝ちゃうかもしれないこれで
次、あら見てこれ、じゃーん、これ皆さん知ってますか、今ファミリーマートでカービィのコラボやってるんですけど、そのファイルを揃えていただきました。意外とさ人気なのよカービィって。私一押しが一応カービィで、二押しがおぱんちゅうさぎなんですけど、こちら、このリスナーさんのおかげで私は全種類揃うことができました。ありがとうございます。このステッカー一つにつき3つお菓子を買わなくちゃいけないんですよ。ファイルもそう、3つお菓子買ったら1つファイルついてくるって感じなので、この方、いえ、お菓子だらけです。お菓子だらけでございます、はい、ということでこちらもいただきました。ありがとうございます。そうしましたらこちら開けていきたいと思います。これがなんと見てください、じゃじゃーん。ということで、これ皆さん知ってますか、私の TikTok 見てる方はね、ご存知だと思うんですけど、こういう感じでストラップ、キーホルダーなんですけど、お菓子のアイシングクッキーのようなね、すごい可愛いですね。これでランダムで入ってるんですよ。14種類もランダムで入ってるので、開けるまで何が入ってるか分かんないっていう商品があって、私の TikTok ぜひ見に行ってください。本当面白いんで、で何が出るかわからないんでね、引いてわーって言ってるね動画があるので、ぜひこちら大量にいただいたので、またTikTok 開封動画を撮っていきたいと思います。はい、楽しみですね、非常に楽しみです。次、こちらはね、そのリスナーさんの娘さんからね、ありがたいですよ。家族でプレゼントいただくってどんな幸せなんかって話なんですけども、じゃじゃーん、これが見てください、ベビー用品が可愛いですよね。ちょっと柄見えるかな、これ実はユニコーンなんですよ。私ユニコーン好きなので皆さんご存知ですか。はい、好きなものが多いと思ったあなたすいません、私は、ユニコーン好きなんですよ。はい、ということでユニコーンの肌着、やばくないですか。そしてこれはイチゴちゃん、大量の肌着、ありがとうございます。肌着もまだねそんな揃えてなかったので本当嬉しいです。カラーの見てこれ、かわいいユニコーンの、何これ、もこもこちゃんなの、これかわいすぎませんか、ちょっと、とか言って超不安、ちょっと気象ついちゃうねって感じで、かわいすぎます。ありがとう。これはね、ほんと娘さんがくださって嬉しいです。これで寒さをしのげるね。からの、また娘ちから、おぱんちゅうさぎ。これはね、めちゃくちゃ人気で、このバニティポーチだけ、速攻で売り切れちゃって、その後、ビレッジヴァンガレードとかでよく、残ってたりするんですけど、この子だけ残ってなかったんですよ。で、私、入院するときとかも、これね、欲しいなって思ってたから、もう開けた瞬間にこの子入ってた時超びっくりしました。そしてめちゃくちゃ可愛いんですけど、このチェーンがおぱんちゅうさぎなんですよ。やばくない、これ可愛いよね。見えるかな、柄もこう柄がね、おぱんちゅうちょっと見えないから、こうおぱんちゅうのマークだったりするんですよね。可愛すぎるのよ本当に。からのこちら、島村のおぱんちゅうさぎ、このね、ポーチもね、やっぱ嬉しいのよね。入院したりとか、陣痛バッグとかでするから、持ってね、作らなくちゃいけないじゃないですか。で、こういう巾着とか小物入れがあると、なんかね、パッて入れたりとかできるし、カバンも整頓できるからね。こちら。かわいい。しかもこれ後ろがね、このなんか、放り投げられたみたいなデザインがめちゃくちゃかわいい。なんかこれすごいな、手紙。わわわわ。酔いそうな感じの。ありがとうございます。次、これはさ、ちょっと自分でさ買っちゃったんだけど、マイメロの耳、ポンポンプリンの耳、シナモンロールの耳ってさ、これさ可愛くない？見た目可愛すぎて、ピューロランドにつけてきたくてさ買ったんだけどでかくない？めっちゃでかいの、こんなに大きいん、もうめっちゃちびっとかなって思ってたら、まさかのこんなに大きすぎてびっくりしたよね。でも可愛くない？で、これをウィゴーの商品なんですけど、かわいいと思って自分のために買っちゃいました。おばあちゃんのペポーズ、そしてめちゃくちゃ不謹慎なカジダーということで、カジダストラップです。不謹慎だけどお前かわいいな。あとはね、缶バッジだったり、
私が嫌いな仲間たちと、あとはこちらのストラップをいただきました。ありがとう。そしてなんとこれすごいと思ったのが、じゃーん、こちらはレアのシール。なんとこの方ね、3枚か4枚レアシール出たらしい。すごくない？そんなことある？こちらレアのシールなので、見た皆さんはきっと幸せになれるでしょう。そしてさ、これもさっきとユニコーンのやつも一緒なんですけど、見て、推しのカービィバージョンなの、これで、後ろは推しのカービィ。可愛くないこれ？本当に可愛い。マジでもう大きくならないでってぐらい、もう本当に早く使いたいです。もうありがとうございます。もうてか、こんな可愛いものを見つけられるっていうのは本当に天才すぎませんか？まずないでしょ、探してもないもん。開けます。わー、出たー、おパンチウサギの、出た出た、おパンチウサギのマグネットシールかな、マグネット。こちらもまたランダムで入ってるので、 TikTok で開けていきたいと思います。お楽しみに。はい、いきます。そしてですね、このね、リスナーさんが一番好きな推しはクロミなんですよね。で、そのクロミちゃんを、もうあんたクロミ好きになりなと言わんばかりね、クロミグッズをたくさんいただいたので、皆さんに紹介したいと思います。じゃん、こちらまずウェットティッシュ。おパンツじゃない、ごめんなさいごめんなさいごめんなさい。クロミちゃんのこれ靴下なんかな、かわいい。これスタイよね、スタイっていうの、これ、覚え、私最近覚えたけど。そしてなんとこれサンリオのガーゼ、すごくない？サンリオのガーゼよ。はい、からの、からのおパンチウサギのお薬手帳ケース。うぅぅぅ、お薬手帳作りたいと思います。これは作りたくなるよね、だってすげえ可愛いもん。はい、そしてなんとあのリスナーさんから、あの入院セット、陣痛セットっていうありがたいセットのをいただきまして、そちらを紹介したいと思います。もう今すぐに入院ってなったらこれを持っていけばいいっていうセットをいただきました。まず1つ目、ストロー、歯ブラシ、袋、からのこれポケモン の、 あの目に貼るやつね、からのウェットティッシュ&ティッシュ、から の、 あのご親切にカロリーメイト。見てこれ、カロリーメイトよ。カロリーメイトのこの液体あるんだと思ったんですけど、知ってました皆さん、カロリーメイトの液体あります。はい、知らなかった。はい、そしてなんとタオル、こちらね、私ユニコーンすごい好きなんですけど、マイリトルポニーっていうデザインのキャラクターのハンカチ、これのフィギュアも集めてるんで、あのよかったら皆さんください。はい、こちらね。そして最後におパンチウサギ、じゃあ長いでかーい、わ、欲しいけど迷うと思ってたのでゲットできてめちゃくちゃ嬉しいです。ありがとうございます。このでかいバッグ、なんだと思いますか皆さん。これは本当に正直私すごくすごくびっくりしたものなんですけども、リタバーをプレゼントしていただきました。板場のところというか、板場って皆さん知ってますか？推しのこうなんか缶バッジとかはできるんですけど、ここのビリってなって、このネットのところに安ピンで、安ピンじゃないですね、あの缶バッジを刺してこうできるんですよ。で、中もね、これ L サイズ買っていただいたんですけど、もうめちゃくちゃ入るんですよ。めちゃくちゃ入るから、しかもこんな仕切りがあったり、あのチャックがすごいついてたり、めっちゃ便利すぎて、この板場中見たことなかったけど便利すぎると思って、なんかドリンクホルダーとかもあるんで、ちょっと見えづらいかもしれないけど、ドリンクホルダーみたいなのもあったりして、これめっちゃ良くない？入院バッグでと思って、もうあのアホかもしれないけど、この板場で行ったら、でもねえ、入院中も可愛くいたい、可愛いもので溢れさせたい、私にとっては最高のアイテムと思いました。ありがとうございます。こちらオペラのリップティントになります。これがね、あのマジでどこにも、マジでどこにも売ってなくて、もう諦めかけてたんですけど、まさか手に入るとはということで、ちょっと塗っていきたいと思います。わかるかな、どう？キラキラだわ。でもキラキラだけど、キラキラすぎないから上品な色だね。上品につけられるラメ感、最高。ありがとうございます。まさかゲットできるなんて嬉しい。あともう一つは、あの爪の、やば、爪、え、これやばく
くない？もう死んだマジでって感じで、こんな私の地爪のあのヤバさを知ってくださって、あのネイルオイルもいただきました。ネイルオイルちょっとポーチにしまっちゃってるんで、あの紹介できないんですけど、あのリリーの香りのネイルオイルをいただきました。ありがとうございます。なんか段ボールが届いたので、こちらも開けていきたいと思います。おーミニケリトンミルククッションということで、こちらは授乳クッションですね、赤ちゃんの。ありがとう。ウエストベルトとショルダーベルトで分けられるみたいです。あー、かわいい。これもクッションだ。めっちゃ嬉しい。かわいい。これはあの置き型の授乳クッション。え、ピンクなんてあるんだ。嬉しい。母からの誕生日プレゼントはじゃん、リファのヘアブラシなんです。髪に優しく頭皮にも優しいあのくしブラシが欲しくて、ついに見つけました。こちら可愛くないですか？ピンクなんです。で、これ白とピンクの2種類あって、何が違うかっていうと、白は髪の量が少ない方におすすめで、私みたいに私毛の量がすごく多くてボワってよくなっちゃうのが悩みで、縮毛矯正をあの半年に1回ぐらいしてるんですけど、だって髪の量が多い人にはこのピンク色の、あのちょっと白と比べるとこの毛の量っていうかブラシの数が多いんですけど、これがおすすめって言っていただいてピンクにしました。ピンクの方がね少し高いんですけど、こちらめっちゃ可愛くないですか？これちょっと反射しちゃって、あの部屋の汚さがバレバレになっちゃうんですけどこういう感じで頭の形に沿ってすごいねいいんですよ。こちらもいただきました。大切に毎日使いたいと思います。はい、ということで追加のものが来ましたので今日はこちらを紹介したいと思います。これ見てください。じゃん、かわいいね。ということで当てていきたいと思います。今お家にみどりちゃんがいます。みどりちゃんはあの今ねいろいろ作っております。こうやって開けていきたいと思います。あっ、カービィのお皿。え、持ってない。おパンチュのお皿らしく。お皿ガラスかと思ってた。ね、ガラスっぽいけどフリスビーにできる。それはやばい。ちょっと失敗したら歯いかれるやつ。いろいろ使えそうで可愛いと思ったので、ゆうちゃんの好みに合いますように。なんだろう、ね、見て。え、可愛い。可愛いよな。それにさ、ニットとかさつけ、ニット帽とかつけてもさオリジナルでできるからめっちゃいいじゃん。すごっ。すごいね、この人の才能が。頭がこうしたらいいんじゃない、ああしたらいいんじゃないっていうの出てくるの、すごくないですか。もうこれは本当ね、単純にありがとうございます。もうこれはね、私が愛用しているオイル、オホバオイル。意外と1個高いんですよ、2400円で。めっちゃ嬉しいやつこれ ね、 ね、こういうやつ。もう使うものをね、本当に本当におすすめ。マッサージオイル。何これ、米じゃん。米米いい米いい米いい米いただきました。いい米、ありがとうございます。そしてこちら板場あるじゃないですか、あれにパッチをつけたいんですよ。この刺繍のこれ可愛くないですか。刺繍なんですよ、これの全種類いただきました。でもこれ割とするんですよ。これ1個880円なので割としませんするよね。だから缶バッジでその24個入りっていうか24個でいっぱいになるよっていうカバン持ってるんですけど、2万ぐらいかかるんですよ。だからこれをいただいてめっちゃ嬉しいです。ありがとうございます。開ける動画は TikTok の方で開けたいと思います。そして皆さん、こんなのが一番下に引かれておりました。この汚れたおパンチがランナシの皮です。面白いね。
はい、ということで動画は以上になります。皆さんたくさんのプレゼント本当に本当にありがとうございました。まだまだいつでも何でも誕生日関係なく募集しておりますので、こちらの住所にぜひ送ってください。ということで皆様、最後まで見てくださってありがとうございました。よろしかったらチャンネル登録、グッドボタン、そして気になるものがあればぜひコメントしてください。そして各 SNS のフォローもお忘れなく。それではまたねー、バイバーイ。